磯チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。プロ野球解説者の磯部浩一です。皆さん我慢してますか、外出するの。私もこうやって室内でしっかり、まだまだ売れてない YouTuber ですけども、撮影して皆さんまでにね、昔の話をしたりだとか、いろいろやっていきたいなと思ってます。前回なんですけども、川野さんから、河野さんかな、ベストナインを教えてほしいということで、ピッチャー、キャッチャー、ファースト、セカンド、サードまで行きましたけども、今回はその続きで、ショートから外野手、それから DH か、 DH 合わせたらベストナインじゃなくてベスト10になっちゃいますね。本当はベストナインっていうのはね、ピッチャー入れないんですけども、まあ、今回はそれも入れながら、続きをお話ししていきたいなと思います。それではね、もう当時ショートからですね、ショートにも結構いい選手いましたよ、パリーグは。まあ一番最初に上がるのが松井和夫選手ですかね。当時僕はもう西武ライオンズと対戦することが多くてですね、よく見ましたけど、松井和夫選手はね、若い頃からオレギュラー取ってトリプルスリーですかね、もやったことのあるすごい選手でしたね。走攻守非常に優れた選手でですね、顔も男前でしたし、昔たまにちょっと似てるって言われたことあるんだけど、似てないですよね皆さん、すいません、カズオごめんね。ちょっと2回ぐらい言われたことがあって、ちょっと言っちゃいました。まあ私がプレーしてた時はね、本当ホームランも数多く打ったりだとか、打率も常時3割、毎年3割、まあ盗塁の方もね、盗塁を取ったりだとかしてるような選手ですので、走攻守揃った非常にいい選手でしたね。私が現役に対して、楽天でコーチやってる時もですね、楽天に何年か在籍してました。まあ選手とコーチの立場でですね、まあそんなにプライベートまではね一緒に動けなかったですけど、まあ同世代でやってた選手なんで、こう今の選手のことを聞いたりだとか、相手ピッチャーのねことを聞いたりだとか、いろいろこうコミュニケーションを取りながら、楽天時代は過ごしてた記憶があります。まあ、今はね、西武ライオンズの二軍監督としてね活躍されておりますけども、当時からね、技術高いですし、自分のこう考えをしっかり持ってたんで、古巣の西武ライオンズに戻って、今二軍監督、いずれはね監督になるかとは思ってるんですけども、まあ、選手に近い監督ですんでね、二軍監督ですんで、まあ、自分の考えをこ うまく教えながら、いい教育をしてくれるんじゃないかなって、期待してます。まあ、同じね、ところでまたやってみたいなとも思ってますね。彼は非常に、人間として大きい選手でしたね。外野手ですね。まあポジションに関わらず、まあ3人挙げるとすれば、レフトはね、まあ同僚でもあったタフィーローズ選手かなと思うんですけどね、このチャンネルでもお話した通り、当時王監督の持たれていた、王さんの持たれていた、55本というホームランの記録にね、2001年に近鉄が優勝した時に並ぶ活躍をした選手ですし、まあ私の中では、まあ、助っ人として来る外国人の中で、まあ、ナンバーワンじゃないかなって思いますね。まあ、独特のねこうバットを立ててこんな感じで、構えてから放たれる打球は非常に迫力がありましたね。
90年代後半から僕も、プロ野球入って当時からいるんですけども、当時はね、まあ、ホームランもちろん出てたんですけども、打たして守れる選手だなっていう感じだったんですけども、まあ、近鉄優勝する前ぐらいかな、してからか、それ以降はもうやはりホームラン打者として活躍したいい選手でしたね。あとセンターですか。まあ、僕の同僚で、まあ、ある大村選手っていう、もう2000本までね、ギリギリ足らなかった選手いるんですけども、この選手も良かったんですけども、オリックス的のオリックスでプレーしてた一個先輩でもある谷さんかな。やはりこの選手もアベレージ残しますし、昔から投手に仲が良かったんで、やはりセンター選ぶんだったら谷さんかなと思いますね。アマチュアの時からずっとね、同じところでプレーしてまして、右のこうなんか天才打者的な感じでしたね。まあ、もちろん努力もされてるんでしょうけども、まあ、僕と同じぐらいの身長でですね、本当にこうバットコントロールがいいというか、技術の高い選手でしたね。谷さん、お元気にされてますかね。本当にもしこのチャンネル見られたらまた連絡ください。お願いします。すいません、皆さん、視聴者の皆さん、プライベートなことまで話しちゃって。ライト、まあライトはイチロー選手、もう誰が選んでもこの選手来るんじゃないかなと思います。まあ年は一緒なんですけども、技術が違いました。当時僕はもうね、キャッチャーとして入団して、イチロー選手が打席に立った時にこうキャッチャーで構えて、こうイチロー選手がこういるんですけど、まあ、一番驚いたのがですね、本当にこうバッティング捉えていくところのポイントが近いというか、スイングが速いというかですね、波の打者ならば、あ、これキャッチャーで構えててこう見逃すなっていう、まあ、見逃す、これこの難しいな、これは。簡単に言うならば、あ、打たないだろうなと思って僕が補給しようとすると、こうバットが出てくるというか、それぐらいポイントが近いというか、スイングスピードが速いというか、トップからこう構えたところからインパクトまでの時間がすごく速いというか、最短距離で出るというか、そういうのをこう間近で見て、やっぱりすごいな、何年も連続して首位打者取る選手はすごいなって思ったのが、第一印象でしたね。まあ、プロに入った時に彼を見てたんで、まあ、彼よりもすごいというか、選手を、まあ、見たことがないというか、まあ、それぐらいこうプロとアマチュアの差を感じたというか、インパクトのある選手でしたね。同級生でしたんで、まあ、僕の方がプロに入るの遅かったんですけども、まあ、一番最初は、よろしくねみたいな感じで、まあ、打席入る時も話してましたし、近鉄はね、神戸に行くとグリーンスタジアム、昔のグリーンスタジアム神戸が、オリックスの本拠地だったんですけども、で3連戦あると、まあ、2日間はね神戸に泊まって、神戸からこう行くような感じ、3日間か、行く感じなんですけども、まあ、神戸に宿泊してる分、まあ、外にも食事行くんですけど、まあ、食事するところでね、会って話したこともありますし、まあ、なかなかね話しかけづらい感じなんですけども、まあ、ちょっと挨拶に行くと、まあ、メジャー行ってからかなですけども、会えばこう気軽に「おう」みたいな感じで話してくれたのも覚えてます。まあ、皆さんもご存知の通り、日本とアメリカであれだけの数字を残した偉大な選手ですんで、まあ、ライトは、まあ、彼で決まりじゃないかなと思います。
あとまあパリーグはね DH がありましたんで、まあ DH かなにしとくのがいいのかなと思いますけども、当時西武ライオンズにおりましたカブレラ選手、まあ強烈でしたね。パワーが、あの昔は飛ぶボールをね使っててっていう話でしたけども、それにしてもこうボールがもうピンポン玉のように飛んでいく、まあ、西武とのビジターの試合でね、西武ドーム行ってこうちょうど僕らがアップしてる時にカブレラ選手なんかがバッティング練習するんですけど、バッティングの打球がですね、センターのバックスクリーンの上の照明の辺まで飛んでいくんですね。これにはもう本当に、度肝を抜かれたの、今でも覚えてますね。あとはまあ僕の同僚であったタビローズ選手と非常に仲良かったんで、よく喋ったりだとかしてましたし、彼のプレースタイルが結構こう楽しみながら野球をするみたいな感じなので、ファーストに僕がまあ出塁していくといろいろこうちょっかいを出してきたっていうのを覚えてますね。入団当初はそんなに日本語も喋らなかったんですけど、年を追うとにちょろちょろこう日本語が入ってこう冗談とかも言ってましたんで、楽しく野球やるなっていう印象だったのも僕は覚えてますね。以上が僕の現役時代のベストラインなんですけども、繰り返しますと、まあ、ピッチャーも入れたんですけど松坂選手、キャッチャーが城島選手、ファースト松中選手、セカンド井口選手、サード中村選手、ショート松井和夫選手、レフトがタフィーローズ選手、センターが谷選手、ライトが一郎選手、最後 DH がカブレラ選手、こんな感じなんですけども、河野さんどうでしょうか。河野さんかな。こんな感じでね、コメントに、対してコメント返してをしていくという、ことやってますけども、いっぱい、コメントくれてるんで今後も続けていきたいと思いますし、世間で動きがあればまたその時々でお話していきたいなと思います。今後とも磯チャンネル見てください。登録の方もよろしくお願いします。よかったらいいねもお願いしますね。それでは今回はこの辺で失礼します。プロ野球解説者の磯部浩一でした。バイバーイ。